私はずっと悩んでいた。どうしてあやかしと神の間に越えられない壁があるのかと。月明かりでさえ皆に等しく降り注ぎはしない。でも今私ははっきりと分かった。追い求めていた月明かりは最初からずっと私の中にあったんだと。